アンシネは大韓民国出身の女子プロゴルファー。セクシークイーンの異名を持つ。ナウオーエヌ所属。2013年、元東方新規のパクユチョンとシネの熱愛が韓国メディアで報じられたが、両者の所属事務所は共に報道を否定した。インスタグラムのフォロワーは10万人を超え、ゴルフ以外にも旅先や食事の様子、ジムでのトレーニング姿や愛犬と戯れる姿、 またプールサイドやビーチでの水着姿などの私生活を公開している。2017年5月4日、日本女子メジャー初戦のサロンパスカップで、白のポロシャツと膝上約30センチメートルの黒色のミニスカートでプレーし、多くのギャラリーの視線を集めた。5月12日の保健の窓口レディースでは、予選落ちとなるが黒のミニスカートでプレー その後も、6月のアースモンダミンカップでは黄色、ミントのミニスカートで、プレイ、ギャラリーや記者からは、スタイル良すぎ、目のやり場に困るなどの声が上がった。7月の日本ハムレディスクラシックでは、赤のミニウェア、ミントと紺のチェックのミニスカートでプレーし、メディアからファッションが注目されている。ファッションについてシネは、子供の頃から楽に動ける、このスタイルでプレーしてきた。 私にとっては普通のことと話し、また過度なファッション報道について、私にとってボーナスのようなものと語ったことを2017年6月25日、ゴルフダイジェストが報じた。ありがとうございます。